いらっしゃいませ。はい、皆さん。ここはですよ、戻ってまいりましたよ。お帰りなさいませ。東京店、yeah. はい、東京でも長いこと閉めてましたね。長かったですね。しょうがない、はい、ちょっとマスク外しますね、はい、もうね、1ヶ月ぐらいですよ、閉めてましたよ、はい、緊急事態宣言のせいで、はい、せいでっていうかね、しょうがないですけどね、はい、はい、だからオープン、再オープンしましたんで、はい、ぜひね、皆様お越しください。お願いします。ここは噂のいつも閉まってるっていうドアですけどいいんですよ。うちはそういうお店ですよ。お客様、お消水じゃないよな。お消水していいんですか、ここで。違う人です。消毒でしょ。当たり前じゃないですか。お願いします。ご協力いただいてね。はい。はい、ちょっとね、プチリニューアルしたんで、ちょっと見せてここ、はい、見ていただこうかなと思ってるんです。ついていきます。はい。まずですよ。前ね、某、うちの番組にも出てくれた某、レフリーさんが、レフリーさんが、ご紹介いただいたように。ヘッドキャップ。ちょっとですね、はい、福岡店に比べたら少なめですけど、いいんですよ。言ってください。ここ別にこれを買ってくださったんじゃないですかね。そうですね。サイズ言ってください。デザインとサイズ言っていただいたら出しますから。はい。ね。あとはスパイク。帽子はね、福岡より多いかも。あ、本当ですか？帽子だらけ。帽子だらけ。いい、大変ですよ、帽子。だらけ。あとはですよ。はい。まあもう、チラチラ見えてることないです。こっち。あら。ニューですよ、ニュー。ニュー。スウォッシュ。あ。え、はい、ここだけの話ですよ、はい、ここだけの話多いんですよ私、うん、ここだけは、まあ、セブンスじゃないですか、セブンス、はい、15ラって入っちゃいますから、あ、入るんですか、あれ、これは違いますよ、リアルタイム、これは昔のやつ、昔のやつ、あのワールドカップの時は売れましたね、 ISC だったんですよね、はい、ブランドが ISC からこれですよ、あ、変わったんですね、わかりますか、スモッシュに変わったんですよ、はい、スモッシュ、スウォッシングじゃない。スウォッシュって言うんですよ、これ。ナイキのことね。スウォッシュ？はい。ナイキ。かわいい。揃ってますから。まあ言ったじゃないですか。大人の事情で、ウェブではまだ売れないんですけど。大人の事情で。ね。ステップだもんじゃないですよ。はい。はい。いいですか？で、こちらはインターナショナルコーナーですね。はい。まあまあまあ、これからの時期さ、ほら。これ、こういうのでしょ、皆さん欲しいの。あ。これ大特価ですから。70% ぐらいですか？あえてお値段は言わない。はい。見に来てくださいよ。ぜひぜひ。インドの、アイランドのタッチを。あります。あります。この辺がね、ちょっとこれからいいんじゃないかなと。はい、あとはですよ、前や、まだやってないかな。あ、やりましたよ、それ。まだね、公開してないんです。あ、こ、公開してくださいよ、それ。いいですか、もう寒がりなあなたはこれしかないんじゃないですか。スタジアムジャケットなんてね、ないですよ、なかなか。ないですね。これ、スタジアムジャケット編で言いますけど、紹介してるんですけど。紹介してます。激レアですから、これ。しかも真夏にやってましたよね。そうなんですよ。まだこれ。これもありますかね。あ、パテット。BIL もまだありますよ。あります。BL ツアー終わりましたけど、BL グッズコーナーここにありますからね。はい。はい。あとですよ。まあまあまあ、うちといえばでしょ？スーパーラグビーから。あって、やっぱりですね。今、旬の。ここね。ワラビーコーナー。おー、ワラビー。これだってほら、もう決まったじゃないですか。10月23日。そうですね。ジャパンと試合しますから。今、旬のやつ。はい。そしてですよ。うちといえばオールブラックスじゃないですか。だらけですね。だらけ。すごい。タパ柄もあるし、タパ柄。タパ？ああ、はい。あのブラティね。ブラティ。ブラシャツね。ブラシャツ。あるし。何でもありますよ。何でも。何でも。そしてですね。そして。これこれおすすめなのがこちらなんで、何度も言ってるじゃないですか。そろそろもう。これね。誰か履いてもらわないと。わかるかな。中ですか。これですよ。わかるかなこれ。つまりですよ。詰まるところですよ。詰まるところ。ここなんですよ、この。どこですか？ボールポー、パークポーチがついてるんですよ。うん。わかりますか？うん。わかんないでしょうね、ちょっと。じゃあ、男性というわけで、それが必要、それが、今、じわじわ来て、これ、ほんとね、デザインも面白いし、かわいいですね。はい、履き心地最高なんですよ。はい。まあいいや。でですよ、まあ、オールブラックスのこの雑貨見てください。雑貨だらけですよ。オールブラックスだらけ。はい。いいでね、これからの時期ほらね、はい、プレゼントにもおすすめ、ネクタイも。お、ネクタイ。もう、よりどり緑ですよ。よりどり緑。はい。そしてですね、はい。はい。これ、まあ、狭いですよ、東京店。すごい狭い。だけど、すいません。すごいギュッと、なんていうんですか？濃縮？濃縮されて、いろんなもの置いてありますよ。だって、これ、なかなかないよ、これ。トレさんのこの、マット。トレさん、はい。これ、トレさんあったじゃないですか、前ね。これ、履いて、試合前とか履いて、うん、コンディション整えるやつね。うんうん、それの、板だけですよ。中だけ。だから別に、履かなくてもサンダル。この上でこうやって、ギュギュやって、試合すると、コンディション良くなるってやつ。うんう
ね、こ, れこういうのがあるんですよ。マスクコーナー。ハート。マスク、ハート。マスク。なんて言ってもですよ。これ、店長いますからね。ここ、今いないですよ。今いる。今、ここ撮ってる。ここ来ればですよ。店長と会える。店長と会える店長と、それが東京店じゃないですか。東京店いいとこじゃないですか。そうしてですよ。皆さんご存知だと思いますけども、はい、今はね。こういうことですよ。これはいつまでですか ?9 月いっぱいと思ったけど。いや、伸ばします?結構みんな大好評で。あ、本当ですか?すごいんですよ。福岡店に来てた方みんな言うんですよ。なんてですか?見ましたよって。おおとかって。お、5パーですかみたいな。で、やっていた。続けようかなと思ったんですよ。別に9月9日じゃないですか。今年中に、じゃあ。今年中はちょっとやりすぎじゃないの?やりすぎですか?いいよ。いいですよ。10月いっぱいじゃなくてもね。あとですよ。この前言ったじゃないですか。この辺は変わらない。東京店にね、声激レアな。見てください。菊谷さんのジャパンジャズ。この前ね、出演した時に説明していただいた、はい、サイン付きですけど、はい、ここ。リポビタンが英語あるそんなこと。ないですね。あと、ここにちゃんとね、日にちとか入ってるんですよ。あ、試合した日ですね。そうだって、この、これですから。してるやつ。これですから、これ。これはこれですよ。あと、こっちだってね、これ選手仕様じゃないですけど、見てください。これは普通に、前の。この1月ずっと、今年じゃないですよ、全然前ですよ。前のお店ですよね、この。そうそう、浅草橋のお店ですよね。メッサムと、メッサム選手と、リーチ選手来てくれて、ここにサインを、見づらいけどしてくれてるんですよ、ここに。見えますか?反射した。これがメッサム選手かな?これがリーチマイケル選手?あ、そうかもね。下。おー。このサイン入ってるんですよ。すごい。こういうのが見れちゃうの、わかります?今すごいドアップしたでしょ。ごめんなさい。中も?ね、言ったじゃない、サイングッズだらけですよ。ジャパンもあるし、イタリアもあるし。イタリア。左側だって、ダンカーターですよ、あれは確実に。これはあとまさかのでしょ、リーグラグビーの。これは。これはIW に聞いてください、ね。IW? これも IW ですよ。これサインだらけなんですよ。これ、全員この人ですからね。全員この人。ボーデンさんがボーデン。ボデさんがボデで、サニービルさんがこれ。これ。で、アーロンさんが、アーロンさん。これですよ。そう、上に3枚あったんですよ。これ噂のボーデンバレットだらけじゃないですか。ボーデンさんば、だらけだってこれもそうでしょ。あ、本当だ。本当だ。ねこれもらってんですごいですね。すごいんですよ。うち結構すごいんですよ、サインは。フラウ選手もいますよ。フラウ選手っていますよ。これね、今度 N コムに来られるってこと。すごい。というわけでですよ、今日は東京店のご案内ですけれども、ちょっとプチリニューアルして、お届けしてますと。はい、で、ここだけ情報言っちゃうよ、また。ここだけ、はい。フィジーは言ったじゃん、はい、?15 人入ってたじゃん、はい、もう一個入るんですよ、すごいのが。あ白いやつ。白いやつはい、すいません。お客様いらっしゃいましたね、すいません。いらっしゃいました。ありがとうございます。本当にね。はい、というわけでですよ、再オープンしてますんで、はい、皆様のご来店お待ちしてますんでね。はい。今、日曜日もやってるってことなので、うん、基本的に週7日。おやってますよ。時間はね、不定期に変わる可能性もありますけれども、今11時から7時だっけ ?6 時、18時までです。18時です。はい。もしかしたら来月からちょっと時間変わるかもしれないんで、ちょっと、来れる前に、事前に見ていただいたり、はい、電話していただけると確実です。はい。はい。物ももちろんですよ。例えばですよ、これ見てください。ほら、もう2枚しかないじゃないですか。はい。俺がどうしても欲しいんだけど、L ありますかみたいな電話とかはですね、うんうん、事前にしていただければ、うん、なければ、お取り寄せっていうかね、他、ほら今、福岡店もあるんで、はい。いろんなところに分散してる可能性あるんで、うんうん、確実にお届けできるようにね、ご案内しようと思ってますんで、はい。ご連絡ください。お願いします。というわけで皆様、お待ちしております。